松井さんなんかは外野司会でやな、なんとかってちょこちょこ。外野司会あったの？ありましたよ。松井とか清原でなんか面白いエピソードないですか？高橋由伸さんです。どうもよろしくお願いします。まあでも松井さんそれどうでした？自分の中で現役時代一緒にやってて、まあいろんな癖のある人いたじゃない。清原もいたし、はいはい、松井もいたし、まあ、松井から行くとどうですか？松井やっぱり僕はですね、入った時やっぱテレビで見てる世界の人たちじゃないですか、うん、でまずみんなでかいんですよ、うん、手も顔もでかいもんね。手と顔がだって松井さんでしょ、うん、清さんでしょ、うん、牧さんでしょ、広沢さん、広沢さん、うん、すごいんだから、うん、よ4大あのデカ顔って言われてこの4人で誰が重いんだってやってたからねすげえなと思って、すごいよな、威圧感だけやな、うん、だからまあ昔の舞台俳優と思えばそんなに違和感ないんだよ、うん、いやまあでもやっぱりそのなんかテレビ見せたすごい人たちの中に入って、うん、でもまあそうです、でも本当に何て言うんだろう、本当にみんな個性があってというか、うん、その仲悪くはないけどもうみんななんていうんですか、ちょっと一匹狼的な集団でしたよね。なんかね、野手はそうなのかもしれない、はあ、ピッチャーはなんか、うん、ピッチャーはねなんか徒党組んでなんか、はあ、あれするのはあれだったけど、まあ別に我が道を行くっていう感じだよね。独特な感じが多かった気がしますよね。だって今はみんななんていうんでしょう、チーム単位だったり、まあ、他のチームの選手たちも集まって結構自主トレなんかするけど、うんうん、僕らチーム内で一緒に自主トレするなんてなかったです。ピッチャーは分かんないですよ。うん、あ、まあ、俺らは言ってたけど、まあ、野手であんまイメージないないない。だから松井組だとか吉野部組だとか本当あってもおかしくないんだけど、ね、別で、うん、あの途中でケビンさんとかね、はいはい、うん、シアトル行ったりしたし、松井さんは松井さんで自分でやるからバッティングピッチャーの人連れて行ったり、でその時僕もやっぱり一人でやってましたよね。はい、だから別なんだよね、そこはね、まあ、組むってことはないんだろうけど、そういったなんかそれこそ本当に清原さんたまにあったかな、松井さんなんかはファン間でじゃあまた来年ってなるじゃないですか、うん、農会か、農会が一番最後ですね、うん、11月の終わりぐらいですね、うん、農会であってやっぱキャンプインまで会わないですもんね、荷物出しで会うかな、うん、プライベートでじゃあ飯でも行きますかっていうのはないの？年1回あるかないかとかだった気がしますよね。でもだんだんほら後半になると何ですかね、投資会じゃないけど外野司会でやな、うん、なんとかってちょこちょこ。外野司会あったの？ありましたよ。誰が会長なの、外野司会の？会長っていうかその時のまあコーチですね、外野守備の担当のコーチが、はいはいはい、まあ一応幹事じゃないですけどやってくれて、まあゴルフ行ったりして、ゴルフ行ったり飯食ったりっていうのはありましたよ。だから基本だって投資会がいつもそんな感じじゃないですか。そう、投資会はそういうのやる、はい、でも野手会もあったんだろうけど、そう野手会があった中でだんだんちょっとなんかちょっとずつあれですね、あスペシャル部門になるわけだ、外野手だけでやろうぜとか、うん、内野でやろうぜみたいなのが、うん、キャッチャーだけでやろうぜみたいなのが、うん、増えていきましたよね、だんだんね。なんか松井とか清原でなんか面白いエピソードないですか？ね、やっぱりせっかく YouTube だからね、あの今まで世に出てないようなので、うん、清原さんとか清原もいっぱいありそうじゃない？だってあ、うん、でもあれですよね、優勝の祝勝会あるじゃないですか、うん、あの優勝の終わった後、はいはい、だから今だと考えられないのはその僕が入った最初の2000年とかぐらいの優勝のあれって毎日優勝決まったら行くじゃないですか、うん、だから待たしてたじゃないですか、うん、お店も今日勝たなかったからなしとかさ、ああそうそう、あの、まあ、要するに接待を伴うあのクラブだよね、はい、の接待を伴うお姉さんたちが、はい、でお店もそれを承知の上で待ってたよね。そうだからスタートが1時とかじゃないですか、あの、うん、ビールかけやって、はい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 、でみんな多少なんていうの番組ちょっと出て、うん、集まってから主力来るのはもう12時過ぎてました確実に、はい、でも今は後日やるのが結構主流ですよね、その日にやらないっていう。マジで、はい、ああもう予定が立たないから。そうでお店もにも迷惑じゃないですか、うん、そうだよね。俺たちの頃ってほら車で来るのすごくね、あのもう何回も置いて電車で来たりタクシーで来たりするから大変だったんだよ、帰ってね。そうなんですよ、うん、飲めないから、はい、であれです、ね、
2000年だとどっちだったかな、まあ一次会が、まあ、大体銀座じゃないですか、うん、でその後、まあ六本木ずつで何台するんですけど、清原さんがあのフラヘンの車に乗ってきましたよね。おおって、もう大体次のところまで乗せてってくれって言って、番長日記だよね。そう番長日記っていうのがあって、いつも出てた時期だ。もう面倒くせえから乗っけてくれと。もう撮ってるの分かってるから、うん、で清原さん一時間も最後の方出てきて、ああ次六本木は乗せてっつって乗ってきましたよね。なかなかだねそれね。もうそれもどうせ撮るんやからみたいな。うん、で。マキさんも引退されてたかな、大阪で一回それがあった時あるんです、うん、甲子園で優勝して、うん、あの大阪のまあそういうお店で祝勝会やってたんですけど、中に連れてきましたよ今日。フライデーちょっとどこの方だったか忘れたんですけど、あの記者の方を連れてきて、うん、ほらもう最初に撮って帰れって言ってまず豪快だよね。絵を撮ったらもうあとはもう帰れ。もうキヨはさ豪快なんだけど、やることが細かかったりして、あのスパイクとかをさ本当にこう両方結んでね、肩結びして、誰から始まったんですか、ね、くだらないくだらないで、もうね締めてグエッと締めてさ、行こうとするとこう動けないみたいなやつとか、あれの面白かったな。カバンにいろんなもん入ってましたよ。カバンにね、あの消火器入れてたよ。消火器を、ね、ダメですよ、ね、うん、消火器をね入れとくわけで、じゃあお疲れ様でしたって帰ってこうってガクッと消火器が入ってるっていうのは小ネタでいつもやってましたね、そういうのはね。だからそれがエスカレートしていろんなもんが入ってくるようになってましたよ最後の。ああだから女性の下着でしたっけ、入ってましたよね。クリーニングがね帰ってくる。クリーニングで帰ってくるね。何でも出すとクリーニング帰ってきちゃうんですけど、女性の下着入れられて背番号24って書かれたんじゃないの。だから多分誰かが多分それはですよ、マキさんなのか俺じゃない、俺キュアさんなのか知らないけど、大体、うん、最初2ってみんな書くんですよ。ああ元木でしょ。で元木さんとか入るじゃないですか、うん、そうすると今度4足されて僕のとこ来る。なるほど、はい、ああそれはありそうな話だな。ああそう、大体大体そういうことなんだよね、うん、もう2回使えるからいいよね、うん、でだんだんもうねみんなもう分かってるから黒でぐちゃぐちゃってきて、うん、新しい数字がまた増えてってぐるぐる回るけど、でもその下着のクリーニング代も球団が払ってたんですからね。あれ1回ね、はい、もう皆さんもそれ先輩がで、ね、僕がもう結構主力ぐらいの頃かな、うんうん、浅いっていううちに来たでしょ、トレードで、はいはい、今何やってんだ、候補がバッティングピッチャーやったりしてた浅井君、ね、あいつがジャイアンツの時に、はい、あのクライマックスで甲子園投げてめった打ちされたんですけど、うん、あいつ68番だったんですよ、うん、あの背番号が、うん、で新之助なのかな、あの辺が68って書いて入れたんですよ、うん、そしたらひっくり返って村田さんのとこに入って89コーチ室でこんな何やこれって村田言ってそうだよね、うん、あと浅いあれがありますよ、ジャイアンツに来たから、うん、ジャイアンツどこのチームタオルってみんなベンチ置いといてくれるじゃないですか、うんうん、あれ自分のもんだと思ってタオルに80あ68って書いてましたよ。まあまあね、自分のものにしたかったんだろうね、浅井君ね、分かんないけど名前書いてもらう。まあでも面白い人たちと一緒に俺らもやれたし、でも共通の時代がちょっと俺はあってまだ良かったですよ本当にね、うん、番組の時の全部あれ自前衣装いやあの向こうがつきついてもらってます、スタイリストついてもらってます。去年まではゼロとか単なんですか、単発ちょこちょこ出るというのは全部自分でしてる。あれ大変っすよ。そうだよね、これまた同じので出ちゃうなとか。奥さんバラエティーとかどうなんですか。バラエティーは最近自分でやってるけど、あのお金で雇ったら似合わねえってすげえ言われて。一茂さんのやつも、ね、そう、あれも自腹で全部。あ、そうなんですか、うん、す数は全部自腹でやってるって言ったよ。服もどうすんのかなと思ったらもう上げちゃうって言ってた。結構大変でしょ、うん、いいの着てるでしょ、っていいの着てる。まあ、でもハワイ行ってるし金ももげてるでしょ。大変ですよ、ね。